みんなよく聞くんだよ。こっち、あなたこの色似合ってない。みなさんこんにちは、ミセスリップです。今日は元気がないの、わかるでしょ。わかってるんでしょ。あなた方の視線はわかってる。私のこと見てないの、わかってるんだからね。私の左目の上にあるのはそう、言いたくないけどニキビ。みんな私のことなんて見やしないのよ。視線はみんなベイビーニキビの方なのよ。ねえミセスリップ、気にしないで。うん、そもそもアスギーニョ、あなたの私生活どうなってんのよ。食事と睡眠、スキンケアはちゃんとしてんの？こんなところで新入り作ってんじゃないわよ。すいません。わかればいいの。少しの時間でしょ。ちょっとはこのベイビーニキビと仲良くやってるわよ。ミセスリップ、どうもありがとう。寛大な心に感謝。ところで、前回はリップケアをしたんだけど、今回は何をやるの？今回はプチプラコスメとして大人気のブランド、キャンベイクのこちら新作のリップをご紹介したいと思います。ミセスリップからのご紹介をみんなよーく聞くんだよ。新作とかやるの初めてですね。ではミセスリップよろしくお願いします。任せて。どっちから行く？こっち。色はアップルシェイク、番号2番だって。早く早く。すっごい赤。早く。これはね、 93% が美容成分でできてるの。わかる？そう、 93% ということはほぼ美容成分。美容成分塗ってます。優しく塗ってね。オッケー。すごい、ミセスリップ、これティントタイプだからなかなか落ちないからさ、下唇塗ってこうやってミセスリップ喋ってたけど、上唇に全然つかなかった。うん、まあ、アサギーニョ、あなたこの色似合ってない。え、この色とっても赤、シュ赤っていう感じの赤だから、このブルーベースのアサギーニョの肌には全然似合ってないわ。次。わかった。でもね、すごくプルプル。グロスってさ、マットタイプのものに比べてさ、テロテロしてるからさ、こう取れやすいとかいうイメージあるやんか。すごいよ、これプルプルテロテロなのに、全然取れるような気配がないのと、こう、うんってやった時に、ふわふわする。もう、プルプルってか、もう、もう。次にょ、あなた語彙力ないんだから黙ってて。じゃあ塗りまーす。これは割とブルーベースだから期待してるわ、早く。オッケー。いや、マジで塗り心地最高なんだけど。トゥルーンくぅー。唇のシワとかが一切出ない。トゥルーンって。うるさい。早塗れ。はーい、ごめんなさい。どう？ミセスリップ。最高。泣きちゃう。最高や、朝日にお。あなた、手に入れちゃったわね。ミセスリップ、これ塗り心地最高やさ。秋冬のこの乾燥にはさ、この美容成分めっちゃありがたいしさ。あとはね、色がね、取れたらマジで終わり。グロスだからトゥルトゥルやからって、色が取れたら終わりなんよ。ここで私の大好物、アポー。アポーを食べたいと思います。なんでアポーを食べるの？あなた本当に理解力ないのね。これをかじってかじって色が落ちなかったら、こいつは本物。なるほどね。おいしい。じゃあ行くよ。残ってる。さすがに塗りたてのあのプルプル感は失われたというものの、この色味がこんだけ残ってるってすごいことだと思わない？うん、そうやね。だってこうかじってる時ってさ、リップってここに周りにつくやん、カジカジしてるとさ。あ、そしたらさ、全然さ、これつかないの。これは売れる匂いがしますね。間違いない。私の目に狂いはない。みんなにお願いがあるの。私の出番が増えるように、グッドボタンとコメントはよろしくね。チャンネル登録だけはするんだよ。たくさんの奇跡が今日を作るから、優しさが僕は